今回の道具は揃いそうですね。すごい、いっぱいある。はい、はい、あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ。エビスパーキングエリアです。あ、そっか、あったね。教会がありました、ありました。あ、学校だこれ。あ、学校だこれ。え、こんなところにか。はーい、負けようでございます。さあプロジェクトコンボイド続きやっていきましょうということで、まずは今日はもう10時だね。サクサク動いていこうと思ったんですが、これよこれ、出たこんなん無理よ、死にに行くようなもんだよ。ということで今日は一日、ちょっとまだやり残した拠点ですね。はい。いろいろまだ、雨だる設置とかが残ってるんで、そこら辺を進めて、明日、出発したいと思います。はい。次の日でございます。霧は晴れたかな？はい、晴れましたね。じゃあ続き探索していきましょう。いろいろとね、ごちゃごちゃしてた空気入れたりガソリン入れたり、また車をちょっと整備したり、物を整理したり、ちょっと一日やっておりました。とで、ここの上ですね、今度は。はい、でこの上はまずは左に行くと、でここに右に建物があると、で工場っぽいとこでしたよね。結構いますね。ここっぽいですね。じゃあ行ってみましょうか。まずは、あれ、電池が入っておりませんでした。はい、多分まあ工場でしょう。こっちから行くか。ああ、水これ持って帰りましょうか。帰りに、事務所ですね。はい、これはちょっと忘れんように持って帰ろう。雨が降らないんだよね。あんだけ雨降ってたのに、もう10月に入ったら今度は雨が降らない。9月頃が一番やっぱり雨が多いですね。はい、ちょっと布シートが今欲しいんですよね。裁縫をしないといけない。はい、でここも、ここはいつもの従業員のおやつ場所ですね。ご飯食べたりするところ、トイレと、でゴミ袋があと8個必要なんです。ここで揃いそうですね。はい、あと1個で多分ここが工場内ですね。はい、コンテナとかがいっぱいありますね。
こは、あよいしょ、裏口につながると。で、ここに来れば大概の道具は揃いそうですね。すごい、いっぱいある。これはありがたい。はい、なんか意外と、なんか、ですね。なんか塗装系が多いですね。塗装の工場かな。めちゃめちゃ塗装ばっかりある。そうでもないか。炭。あんまりこう、塗装ばっかりやね。あ、タイアップちょっと欲しかった。よかった。なんかパッとしないですね、ここの。パッとしない。なんだこれ。で、2階がありましたね。なるほど、こういう感じね。はい、で屋上に続くと。はい、こんな感じですね。あ、ここに1個ありますね。で、あとは森に囲まれてますね。はいはいはい。じゃあ、あそこの倉庫も確認していきましょう。いやー、来てるー。怖い。先に見る。よいしょ、おいしょ、おいしょ。まあ、いつもの感じだね。OK。うわー、よし。ちょっとあまり戦わんように行こう。怖い、死にたくないよ。よし、ここで OK ですね。はい、で車が結構、大型車が 1,2,3,4,5,6 であるね。こう、ここで部品取りができそうですね。で、大通りをそのまま上に行くと。で、これ以上行ったら大人の事情が出てくると。はい、危ねえ。はい、探索これで左側は終わりましたね。すべて完了ですね。まあ、ちょっとしたまあ廃れた町ですねがあって、で上に上がったらそこに工場が上にありましたと。で、これはまあもう線路なんで、よいしょ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 。あとは今度はここの主線の道路の右エリアですね。そこを調査していく感じになりますね。はい、上にあと気になってたのが、この上になんかあるんですよね。多分キャンプ場ですね、家というか。まあここはいいでしょう、特に。はい、なんか家がある。ちょっとしたキャンプができる感じかな。ガススタンド。じゃあまだ12時なんで、こっから、どうしようか。あそこ行っとくか、一応。
まず下から上がってきた時に見つけた右側に建物がありましたよね。この大通り沿いの右側を見ていきましょうか。まず確かここやなかったっけ。よっこらせっと、ここに1個建物があるんですよね。はい、でレストって書いた看板なんだったんで、ここは多分パーキングエリア、ちょっと大きめのパーキングエリアでしょう。一応確認していきましょう。はい、到着しました。まあお菓子、まあ休憩所ですね。あの本当に恵比寿パーキングエリアですよ。何もないね。トイレがあるぐらいか。こっちもトイレでしょう。男子トイレかな、こっちは。はい、ほんでここは倉庫でしょうね。はい、で裏口ジーと怖え。はい、車で移動しましょう。ここですね。ああ怖い。ここも、ここはちょっと食事ができる食事どころですかね。どんどん叩いてますね。ふっ、ぷーい。トイレですね。で倉庫と、でこっちが厨房と。はい、以上ですね。で裏口と。裏口あんま出たくないな、怖い。まあ、何もないっすね。刺さってるよ足。これなんだろう、パン切りナイフ。一応最後のゴミ袋だけ、よし、これでもうゴミ袋は大丈夫。さあここで一応乗って、あぶね。これで右の方に見えるやつはもうないよね。この道路沿いの右、あとはこの奥ですね、奥側。うん、もうないね。 OK。 そしたら2時か。順々にそしたら右エリアを探索していきましょう。じゃあ順々にこの右側ですね。まずは上から行きましょうか。この前行ったからね。はい、まずはこの道なんでしょう。あ、そっか、あったね、教会がありました、ありました。教会はすぐ終わるでしょう。行っときましょうか。でまずはここね、多分予想ではパイプ椅子。はい、パイプ椅子。あ、ここは道具がありますね。はい、電池もらっていきましょう。はい、トイレですね。でもうこの四角だけですね。よいしょ。
でこっちはなんだ、あ、なんかある、あれこっちにもあるわ。こっちが教会の本堂ですね、本堂。はい、ここね、教会。はい、いつものやつです。何も特にないですね。はい、 OK。 さあ、あとはこの上になんかあったね。車で行くか、怖いね。上にあるね。ここなんだ。なんだこれ。わっ、なんだこれ、なんだこれ。はい、じゃあちょっと行きましょうか。ここは工場かな。事務所ですね。なんだこれ、トイレかな、トイレですね。はい、で、トイレ、学校、なんかえらいロッカーあるなと思ったな。学校これ、なんだこれ、これさっきのとこか。学校か、いや、よくわからんな。林間学校とか、あ、学校だこれ、あ、学校だこれ。こんなところに学校、町だよやっぱりね。学校があんだ、こんなとこに。へえ、やべえ。あ、なるほど、だからか。こっち左側がグラウンドだ。なんかこの柵がなんでこっち側にあるんかなと思ってたんで、もう一個なんか建物あるんかなとか、そういうことね。学校ですわ、学校。こっち側がグラウンドと。はいはい。ってことは食堂もあるね。工場じゃなかった。これ、こうでしょ？うわぁ、あ、そこ食堂だな。これは、なんかよくわからん。うわ、先生か。はい、学校ですね。で、はい、食堂ですね、これね。はい、こっちはなんだ、こっちは裏口ですね。はい、ちょっとこっち上はないね。あ、上もグラウンドだね。ほんでバイキングと、ほんでこっちが入り口で食堂になってる。はい、ほいでこっち側はまたグラウンド、ここにフェンスがあるんで、多分向こうもフェンスがあると。はい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 、そういう感じか。はっはー、こんなとこに学校があるとは。で、教室かね。はい。で、こちらも入り口と。はいはいはい、そういうことね。学校か。まあ、ここら辺の住人が、うわ、もうね、勉強するとこですね。あるね、まだまだあるね。で、この上は、まだあるの？
これはなんだ、まだあるわ。6時か、もう1行くか。うわ、なんだこれ、マジでなんだこれ、ガチでなんだこれ。あ、ん、これ倉庫か。あ、倉庫だこれ。あ、倉庫だ。あ、ここに倉庫があるんだ、倉庫街が。ってことは、あー、こっちは普通に、うんうんうん、オッケーオッケー、はいはい、まあいつものやつですね、倉庫。ここに来たら、あ、近場にこういうのがあると助かるわ。危ない、距離感、距離感。じゃあ、で、倉庫をつ、これトイレかな？違うか。はい。まあまあまあ、そんな感じでしょうね。で、こっちが事務所ですね。あ、水持って帰るの忘れた。ここにあるんで、これを持って帰りましょう。うわ、怖い。さあ、まあそんな感じですね。ぐるっと回りましょうか。周りはもうないね。なん、うん、もう森っぽいっすね。はい、はは、学校の隣に倉庫がありましたね。6時50分、この上は、危ない。トレーラーがある。ちょっと待ってください。こっちはなんかあるんかな。何もないね。また森に、あ、ちょっと待ってください。なんかありますやん、そこ。なんすか、道か。あ、この道はもしかしたら前来たとこかな。大人の事情が出てくるとこじゃないか。なんだこの道。あ、こっちに道ってことは、こっち、あら、あ、あ、そこに道本線があるね。この上なんだ。あー、大人の事情がここにあると。あ、そこにつながるんだ。あははは、なるほどね。この下行ったらあの工場がありますよね。で、工場の横に線路があったのがこれと。あははは。で、その線路も多分その先は大人の事情。はいはいはい、オッケーオッケー、完璧です。じゃあこの下はどこに行くんだ。おっとっと、ここで、あ、そっか、ちょっと、じゃあこっちはもう上は何もないということですね、うん、教会の上はもう何もないです。なんで今度こっちですね、教会の先、明日は教会の先を調査していきますか。いや、広いわ。もう、学校があったり、まだまだあるね。倉庫があったり。よしよし。終わらんぞ、これ。よし。はい。
到着ということで、今日は左側の上ですね、まあ、工場がありましたと。でまた戻って、拠点の上にあるキャンプ地みたいなとこ、さらに右に行って、教会があって、教会の上に、学校か、学校があったという感じですね。あとはもうその上は森があって、で大人の事情になるんで、今度は右ですね、教会の右の道路を進んでいきたいと思います。それではまた。